さて、それでは新現役選手が、登場しているというところなんですが、好きですよね、マルティネス。よく出てくるなと思うんですが、なんかちょっとイメージが湧かないんです。で、161キロで制球力がある。で、ストレートが A。そして、ツーシームもこれ、条件としては右打者の時に45をアップします。だからツーシームも A。で、ナックルカーブは多分ね、上がらないんですよ。ナックルカーブ、ランナー2塁以上で30アップなんですけど、それだとは変わらないんですが、161キロの、ツーシームとか、で、ここで言うと、まあ、ナックルカーブがちょっと内頃かなっていうふうに見えなくもないんですけど、161キロのナックルカーブっていうのが一体何キロぐらいのスピードで動くのかっていうのがちょっとわからないので、これももしかしたら脅威になってきたりするとね。ただまあちょっとここが生命線かなと思ってて、横の変化がないんです。一応内外はまあナックルカーブとサークルチェンジで多少振ることは、まあツーシームとで振ることはできるんですけど、しっかりと横に動く変化球っていうのがないので、まあ、できたらこの下でまとめて打つようなイメージにはなってくると思うんですが、このナックル次第ですね。これがもうぐっと動いて速いとかってなってきたら、もう他の球もしっかり来てくるし、まあ、このスプリットの A も異常な状態なので、まあ、クローザーらしいというか、まあ欲しいですね。すごいなという。まあソウル負けしても150キロで制球 C ぐらいは出るとは思うので、もう僕やったらどうかな、ツーシームサークルチェンジ狙うような感じになるかな。ナックルはちょっと無理かなと思ってます。で、今回僕が一番いいなと思うのはこの茂木栄五郎。なぜか僕は楽天にしたことは一度もないんですけど、大量に茂木栄五郎が出ておりまして、 S なんですけど、この SS の茂木さん、すごい使い勝手いいですよね。サード、ショート、 A で守れるっていうのは、もうここがもう大前提かなと思ってて、僕ちょっと一人グラシアルがサード守らして、走塁下がってるんですけど、走塁キープできるんで A だと、まあ、内野で十分使えて、で、救世主かな。これでピンチ、ランナーが2塁以上になったら、反応も B に乗ってきます。で、まあ、走力もあるし、これなんか、走力は修正かけられへんのかな。ちょっとアビリティでは無理ですね。ミート力しっかりあって、走力もあるので、当面、この麦を取れたら、しばらくはもうこの内野手、困らないというような選手になっております。で、この堂林に関しては、ちょっと不思議なところがあって、アビリティが全部意味がないんです。これ、高打力が45アップですね。ランナーがいないとき。45アップしても、ごめんなさい。嘘ついた。右打者に対して A になりますね。右打者に対してミートが A になると。で、初球ヒッターで長打力40アップは変わらずですね。このまま何も変わらないので、まあ、右に対してだけアビリティマックスであれば、A になると。いうところですかね。まあ、サード、ファーストを守れると、ファーストが、僕はファーストとすごい苦労してて、もう誰でもいいからファースト欲しいっていうような状態なんですけど、意外とこの広島自球団にしてる人にとっては、これもね、2箇所使い回せるというのはあるので、いいのかなと。で、二木なんですけど、ちょっとこの二木と堂林はスタメン落ちが早いんじゃないかなと思ってて、こうロッテもやたら二木が毎回選ばれてるなという気はするんですが、僕は前々回の時にずっと二木を先発で使ってて、で、使いやすいんですよ。すごく思い通りに投げれるし、制球力いいから。ただ、まとめて打てるんです。外の変化がないからね。ここが、まあ、ごめんなさい。美馬とかみたいにシュートがあったりすると一挙に変わってくるんですけど、まとめて打てるし、で、まあ、球がかなり遅くなってるかなと思うんですけど、ストレート遅いし、で、制球力いいのが逆にマイナスに出てしまって、配球読まれるとしっかりその読まれたところに行くっていうような、のもあるので、まあ、少し打ちやすいピッチャーかなという気はします。例えば中継ぎとかであれば、確実に取れるとき、
抑えてほしい細かいところを狙えたり、あとは監督モードとか、オフライン相手だったらもうこんな最高のピッチャーはいないんですけど、対人になると2回3回と続くとだんだんと読まれてきてしまうのかなという気がします。ほんまに読める人読みますからね、すごい。フォークも円に乗ってきますし、結構しっかり落ちる、しっかり曲がるやから、ストレートが30アップ対左の時、ちょっと意味ないですね。もしロッテ自球団の人はストレートさらに、もう一個何かアビリティ乗せれば A にはなってくるんですけど、まあそれでも146球持ち C はどうかな。B あればね、B か150かどっちかあったらかなり嫌なピッチャーかなと思うんですが、まあ今回に関してはそうですね、僕は茂木かな。茂木五郎かなと思います。まあもちろんマルティネスが来れば、まあ、すぐに中継ぎにしますけども、まあ来ないんですけどね。散々やってきて、ここ何回か2週3週ぐらい限定パック1パックも出てないので、不思議だなと思いながら、今回の考察としては、茂木エゴロがいいね、欲しいねという、感じです。バーサスリーグもう始まんねやっていうね、リーグせっかく閉じて、12決最強決定戦ですかが終わったところで、また次はバーサスリーグが始まるというしんどさはあるんですが、キープしてるわ、辛いな。リーグ3を僕はちょっとまだキープしてしまってるみたいですね。そうか。まあちょっと頑張って、戦ってみたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。